さんこんにちは。お疲れ様です。ドイツに来て1ヶ月が経ってようやく Wi-Fi 環境がある家に引っ越すことができました。チームが決まりました。無事最初に練習参加したチームのところと契約を結ぶことができました。チームのクラブハウスというかスタジアムというかその施設に住むことになりました。もちろん僕一人で住むことになるんですけど、ちょっと環境がすごく良くて、その様子をちょっと皆さんに見せれたら面白いんじゃないかなと思ったので、ちょっと今日はそれを撮りたいなと思います。では行きますか。行きましょう。では行きましょう。ここはねキッチンで、今から逆の方がいいか。こんな感じっすね。本当にここがスタジアムの施設っていう感じで、こっちがスタジアム。雪やば。よいしょ。やば。で、今からちょっとこの雪の中練習していこうかなと思います。ロッカールームがすぐそこなんで。こんな感じですね、ロッカールームが。僕は14番です。なんで、ここですね。こんな感じですね。で、俺初めて気づいたのが、これすごいな。14番ですね。半シーズンこれでやりたいなと思います。じゃあちょっと練習行ってきます。行ってきます。で、練習場が。で、こっちスタジアムね。こっちがクラブハウス、ロッカールーム。
やばすぎ、寒すぎる、はあ、ここっすね。ピッチャーこんな感じ。じゃ行ってきます。寒い。終わりました。じゃあ終わったんで帰ります。